あっちどっちそっち ADS。 今からはですね、伊賀ショコマルシェ、そして紅葉の秋をめぐる歴史街道ウォークについてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは自己紹介も兼ねまして、まずは伊賀ショコマルシェの開催趣旨ですね、教えてください。はい、伊賀市商工会から参りました藤村と申します。伊賀市商工会では、商工会管内である旧伊賀町、綾山町、大山田村、島ヶ原村、青山町における、活動、地域活動の活性化並びに地域産業及び地域ビジネスの活性化を図る事業として平成19年から地域活性化イベントを11回行ってまいりました。はい、当時のイベントは旧5町村の持ち回りで、各地域の文化や歴史、食に触れていただける参加者募集型で毎年秋に実施しておりました。はい、そのような折、新型コロナウイルスの感染拡大により2年間イベントを中止していました。はい、その2年間の間に、定員のある参加者募集型のイベントではなく、もっと多くの方に伊賀地域の魅力を発信できないかと、会議を重ね検討してまいりました。はい、商工会は商工業者を支援する団体ですが、はい、地域の経済活動を支える商工業者が活性化するには、うん、地域を元気にし、にぎわいを作り出す、その取り組みを行うことも重要と考えています。はい、伊賀に人が集まり、伊賀が行う、伊賀がにぎわうイベント、うん、さらに商工業者の方々が各自の商品を PR できるような場になればという思いで、伊賀ショコマルシェを開催に至りました。はい、そうですね、大事ですよね。もうその商工会員さんというでしょうか、ご紹介されている方をね、バックアップするのももちろんですけれども、こう、なんていうんでしょう、こう大きな視野で考えて人を集めるということもつながっていきますよね。そうですね、大事ですよね。この伊賀ショコマルシェ、ね、なんともね、ネーミングがとってもね、かわいいなと私はずっと思っておりました。ではこのね、伊賀ショコマルシェの内容、たくさんあると思うんですけどね、順番に教えてください。はい。はい、昨年度初開催いたしまして、はい、今回で2回目の開催となります。昨年は PR や広報活動が不足していた反省点を踏まえて、はい、今回は出展者募集、開催案内をチラシ配布に加えて、はい、インスタグラムによる広報活動も行ってまいりました。その効果もあってか、出展参加いただくテントの内容も多岐にわたり、はい、若い方が興味のありそうなアクセサリーや雑貨を販売するお店であったり、男性の方も喜びそうな手作り革製品を販売されるお店、また年配の方にも楽しんでいただける介護美容体験やハンドケア、鍼灸院など美容系の出店者もたくさんいらっしゃいます。はい、あとお子様には、輪投げやスーパーボールすくい、紙芝居など体験型の出店に加え、名張の方でも有名なシャボン玉おじさんが子どもたちの笑顔を誘ってくれます。ああ、シャボン玉おじさんも来てくれるんですね。そうなんです。はい、1時からは、伊賀 FC くのいちさんによるサッカーパターゴルフも実施されます。FC くのいちさんのマスコットキャラクターくのんちゃんも登場予定です。ああ、サッカーパターゴルフ、これだったらね、サッカー未経験の方も気軽に参加できそうですね。そうですね、はい、なんかこう斬新ですね、サッカーパターゴルフ、ね、やってみたいです ね、こういったアイデアも皆さんでね、こう話し合って決めていただいたんですね。そう、また2時からは、はい、くのいちの選手の方、はい、ちょっとどなたかまだ定かではないんですけど、はい、2名から3名一緒にお越しいただいて、うん、まあ、蹴り方とかを、手ほどきと見ていただきながら楽しむこともできます。はい、いいですね。もうね、サッカー少年たちは大喜びですね。あと、はい、その FC くのいちさんの、マスコットキャラクターであるくのんちゃんも、はい、うん、来ていただく予定になっております。はい、11日は、まあ、今日よりも涼しくなるみたいなので、はい、まあ、クノンちゃんも活発に動き回ってくれるのではないかと期待しています。はい、かわいいね、クノンちゃんも登場ということですのでね、こちらも楽しみにしていただきたいと思いますね。
そしてシャボン玉おじさんのね、あのパフォーマンスもね、また間近で見ることができるということですね。かわいいね、この伊賀ショコマルシェさんのね、もう ご覧になられたことたくさんいらっしゃると思いますが、チラシがありまして、バッとこう中を開いていただきますと、たくさんのね、案内が載っております。およそ60店舗ぐらいのね、店舗数の方の出店があるということなんですね。一つ一つね、載っておりますので、じっくりとね、皆さん、見るのも楽しいですよ、見ていただいて、検討していただきたいと思いますね。もう全部回っていただきたいですね。イベントにはね、隠すことのできないグルメっていうところでも、はい、今回はキッチンカーがなんと9台も、お越しいただくことになっております。はい、いいですね。ちょっとそれぞれにね、キッチンカーさんをご紹介したいと思うんですけども、はい、お願いします。葉山に事業所を構えて安くて美味しいパンの製造販売をしている、うん、トルタロッソさん、はい、と、種類豊富なクレープを販売されているルンルンクレープさん、こちらは伊勢市より伊賀に参戦です。ああ、そうですか、はい、ようこそですね。そうですね、はい、あと香りにつられて、まあ、ついつい引き寄せられるベビーカステラを販売されるマウンテンさん、うん、はい、と伊賀の老舗ですね、和菓子店の金栄堂さんが販売するタピオカドリンク、うん、とは、遠方からです、岐阜から参戦いただくいちご農家の山平農場さんが手掛けるいちご削りやいちごジュース、はいね、はい、あと自家栽培米や野菜など体にいいものを使用した串揚げやおにぎりを販売されるお米屋みのりさん、活動拠点が名張で見た目も可愛いリンゴ飴を販売されるアヒルキッチンさん、当日はヤンニョムチキンなどたくさんのメニューを準備していただいております、はい、あとはね、イベントには欠かせないたこ焼きを販売してくれる天下無双さん、はい、と三畑町にお店を構える、うん、コーヒー専門店駒坂さんの香り高いスペシャリティなコーヒー、うーん、いいですね。以上はキッチン販売です。はい、キッチンカーもね、9台来てくれるということで、バラエティ豊かな、ね、製品揃ってますので、皆さんね、楽しんでいただけること間違いなしですね。はい、その他、うん、テントでの飲食販売も行っています。はい、テント販売では、ピザや、サバ寿司、うん、韓国のり巻きキンパ、あと焼き菓子、わらび餅など、はい、美味しいものでいっぱいですね。そうですね、もう本当お腹がなりそうな、ね、勢ぞろいなメニューが揃っておりますよ、皆さん、ね、ぜひ、ね、はい、楽しんでいただきたいと思いますね、はい、はい、そんな伊賀ショコマルシェの魅力はどんなところにありますか。そうですね、地域の方々に楽しんでいただけることをモットーに、はい、昨年よりさらにパワーアップして、うん、準備を進めてまいりました、はい、ちょっと予報によってよっては11日雨っていう予報もあったんですが、直近の予報では晴れという、うん、本当にイベントは8割は天気で決まるというぐらい、もう晴れることだけを祈ってたんですけど、はい、無事なんとか晴れていただくことができるようなので、はい、たくさんの方に見に来ていただきたいなと思っています。はい、その他にもですね、ダンス、それから音楽バンド、太鼓、和太鼓ですね、などの出演などの舞台もね、ありそうですので、ぜひね、楽しんでいただきたいと思います。伊賀ショコマルシェは11月11日土曜日、葉山の B&G 海洋センターで行われます。時間は朝10時から午後3時までとなっております。ぜひ皆さんね、ご家族で、お友達と一緒に、たくさんの方でね、参加していただきたいと思います。では続きましては、紅葉の秋をめぐる歴史街道ウォークの、ご紹介ですね。こちらはですね、もう定員がいっぱいになっているというね、人気の街道ウォークなんですが、まあね、内容を聞いていただいて、次に開催されるときにはね、皆さんぜひね、参加していただきたいと思います。では早速ですが、この紅葉の秋をめぐる歴史街道ウォークの開催目的ですね、教えてください。同じく伊賀市商工会から参りました川本と申します。はい、この歴史街道ウォークなんですけれども、まあ、例年ちょっと伊賀市商工会と、まあ伊賀市さん公園と上野商工会議所さん公園でちょっとやらせていただいております。はい、趣旨としましては、JR の関西本線の利用促進と、まあ、地域の観光資源の掘り起こしを絡めたイベントということになります。はい、で今回でいきますと、まあ、11月の19日に参加費無料で、
6キロのコースを約2時間で、今回のメインとしましては、伊賀越えの、大河ドラマでも取り上げられました伊賀越えの地を巡るということがテーマになりまして、はい、で徳永寺さんっていうところがありますので、はい、ちょっとそこら辺で徳川家康さんがちょっと休憩をされた、はあ、伊賀越えの時に、はい、でその地を巡るというそこでまた時間がありましたらちょっと住職さんにも、はい、説明いただけるということで、でなんと、徳川家からそのお礼にということで、葵の御紋を、うん、そこで使用許可を得てるので河原に葵の御紋が使ってあったあーなるほど徳永寺さんですね、ここを巡る、6キロのコースで、はい、今回募集70人のところ、まず大反響をいただきまして、はい、定員はちょっと今締め切らさせていただいておりまして、また例年やると思いますので、また来年春か秋にまた伊賀市横会のホームページ見ていただけたらなと思っております。はい、今回はね残念ながらもうね先着70名様ね埋まってしまった人気のね街道ウォークということなんですけれども、またね春と秋、ホームページをチェックしていただければ、参加のね機会がございますので、ぜひね次こそは参加ということはね、チェックしていただきたいと思います。今回のコース、先ほどねご紹介していただいたコースなんですけれども、途中で徳永寺というねお寺に寄られるということで、ここが徳川家康公がですね休憩されたという、もう全然知りませんでしたすごい勉強になりますね。そしてなんと葵の御紋の、ね、使用許可も得ているということで、河原に入ってるんですね。そうなんです。そういったところもね、勉強をしながら見ていただいて楽しんでいただける、そんな歴史街道ウォークとなっているということなんですね。ですね、集合時間はだいたい9時40分になっております。だいたいいつもこれぐらいの時間に集合されるんですか？去年はちょっと、もうちょっと時間がコースも長かったので、お昼をお弁当を食べて、はい、でそこから解散という形だったんですけれども、なるほど、企画コースによってちょっと若干ね前後するということなんですね。はい、わかりました。この紅葉の秋をめぐる歴史街道ウォークのコースの、注目ポイントは先ほどの、徳永寺、その他にもありますか？あとですね、はい、JR 津下駅に集合して、そこから6キロ歩くんですけれども、津下の街並みの中にレンガ塀がありまして、ほう、でそこはJR の国鉄時代のレンガを使用したレンガ塀ということで、はい、結構国鉄のこう、文字っていうかがね、はい、入ってるので、それを見つけるのが皆さん毎回楽しんでいただけたんです。じゃあもう文字が入ったそのままのレンガを使って塀にしてあるということなんですね。なんかね隠れたミッキーを探せみたいな、そうですね、そんな感じで面白いですね。そこにキー貼って入ってるとかそういう感じで皆さんも楽しんで、なるほど、そしたらね、はい、もう電車ファンの方なんかはね、もう心がワクワクしてくる、そんなレンガ塀も通るということなんですね。はい、他に注目ポイントなどありますか？その後ね、次の山口ってここはもうね看板があるだけなんですけれども、はい、なんと日本書紀に、その名前の由来がなんと出てくるという、柘植の山口っていう、はい、場所を巡ったりとか、はい、福地城跡というところを、本当にもう今は跡地なので、もう上野城みたいにお城があるわけではないんですけれども、そこを巡って、芭蕉さんの句があるので句があるんです、こう見ていただいたりとか、はい、という感じになっております。いいですね、本当にもうその名の通り歴史街道ウォークを楽しんでいただけるという、そんなねコースになっているということなんですね。でそして今日ね4人の語り部さんが、はい、道案内をしてくださいますので、それぞれ の歴史解説を交えながら、ちょっと専門的に、はい、解説していただきながら回っていただけるコースとなっております。それはもうねとっても楽しいですね。いろいろ解説を聞きながら、目で見るとすごく楽しいですもんね。はい、しっかりとした、歴史街道ウォークができそうですよ皆さん。またね次回参加していただきたいと思います。イベントについて詳しく知りたいという方は、お問い合わせはどちらにしたらいいですか？ちょっとねお問い合わせ先がちょっと違ってくるんですが、はい、では、伊賀ショコマルシェさんのお問い合わせ先お願いします。はい、伊賀ショコマルシェについては、はい、伊賀市商工会あやま支所、はい、お電話が0595-43-0014になります。
ただ、当日はちょっと事務所ももう開けておりますので、当日のお問い合わせ先は0595452210の方にお電話いただくと転送されますので、よろしくお願いします。はい。では続いて、紅葉の秋をめぐる歴史街道ウォークお問い合わせ先お願いします。はい、こちらの問い合わせ先なんですけども、伊賀市商工会の本省、お電話番号でいくと0595452210の方になります。はい。本日は伊賀しょこまるシェ11月11日土曜日開催、こちらについてと、それから定員はね、もういっぱいになっているんですが、紅葉の秋をめぐる歴史街道ウォークについてお話をお伺いしました。藤村さんと川本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS